次は図書室？ああ、図書室の軍略家と呼ばれる七不思議だ。確かユミエラはよく図書室に通っていたよな。まあね。本を読んでいるだけか？おっと、これは疑われてますね。図書室なんだから本を読むだけに決まってるでしょ。魔法も使わないし、ジャンプして侵入したりもしてないわよ。今回の七不思議は、国家転覆を目論む者が図書室で兵法書を読み漁っているという内容らしいが。何それ、もはや怪談ですらないんだけど。ただの反逆者でしょそれ。そもそも国家転覆を企むような人間が学園の図書室なんかで本を読んだりするの？それを今から調べるんだ。あれ、パトリックさんとユミエラさん？ん？あれ、アリシアさん。こんにちは。お二人も図書室にいようが？こんにちは。少し野暮用がありまして。お二人もということは、アリシアさんも図書室に用があるんですか？はい。ちょっとエド君と約束があって。殿下と？うわ、殿下も来るのか。面倒なことになりそうだから、早々に退散した方がいいかな。パトリック、お邪魔しちゃ悪いし、さっさと図書室を調べちゃおう。ああ。図書室を調べる？さあ、ちゃっちゃと行きますよ。おい、引っ張るな。痛い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 。力が入りすぎてるって。一旦離してくれ。待ってください、ユミエラさん。図書室を調べるってどういうことですか？本を借りに来たんじゃ。ああ、それはですね、今学園で噂になっている七不思議について調べているところなんだ。ユミエラにはその調査に協力してもらっている。え、ユミエラさんたちも？も？おい、何をしている？ああ、この声は。エド君。待たせてしまってすまない、アリシア。ユミエラ城。めちゃくちゃ警戒されてる。殿下、俺とユミエラが七不思議を調べているという話をアリシア城としていたところです。パトリック・アッシュバトンか。お前も七不思議を調べていたとはな。殿下はなぜ七不思議を？アリシアが最近この噂を気にしていたからな。一緒に調べてほしいと相談されたんだ。まさか全く同じタイミングで調べるなんて、なんて間が悪いんだ。それにしても、ユミエラ城と調査とは、そこの黒髪のせいで厄介事でも起きかねないな。いくら殿下とはいえ、その物言いは失礼が過ぎるかと。一応七つのうち二つはすでに解決しています。主にユミエラのおかげで。ほう。正確には私のせいだけどね。実際は名探偵パトリック君のお手柄だけど、彼は私に花を持たせてくれるらしい。ふん。どうせ七不思議とやらもユミエラ城の仕業だったんじゃないのか。一体何を企んでいるのか、怪しいものだな。お言葉ですが、殿下、根拠もなく相手を貶めるようなことを口にするべきではありません。立場をお考えください。あなたの一言は、ここで生活する生徒たちはもちろん、教師たちにまで影響を及ぼすのですから。それに、今回の件はユミエラが原因というわけではないとも言い切れませんが。そうだね。せっかくかばってくれたのにごめんね。まあいい。ただ私たちの邪魔だけはするなよ。しませんよ。では行こうか、アリシア。まさかアリシアさんと殿下まで。攻略対象とヒロインが七不思議を、なんて、まるでこってこての学園ものイベントみたいだ。いや、ちょっと待て。